はい、皆さんこんにちは村長です今日もまたまたアフィニティデザイナーこれの iPad 版を使ってトレースの勉強をしていきましょうトレースから色付けまで一連の流れを簡単に説明しますもうじきクリスマスも近くなりましたのでそういう素材を使ってやってみましょう村長ミュージックスタジオ はいそれでは早速やっていきましょうメニューから配置を選びますそしてフォト図から配置というのを選択しますはいそうしましたらこのように出てきましたのでその他の写真を追加選択というのを選びます今これを準備していますのでこれを選択しますそして完了を押しますはいこのようになりました そうしまして、このクリスマスの図形を選択しますと、このように出てきますので、ここで対角線上にキャンバスに表示します。ちょっと大きくしてみます。こんな可愛らしいいくつかのクリスマスイラストを準備しました。まず、サンタのおじさんの方からやっていきたいと思いますが、これをやった後はですね、 このレイヤーを固定するところから始めますそうしましてこのレイヤーを選択しますはいこれですねそしてこのイラストの部分を選択しますそうしましてここを見てみると不透明度というのを選択できますここで透明度を下げていきましょう ちょっと薄くしたいからです。はい。このようにできました。そしてまたレイヤーに戻ります。その後、このレイヤーをロックしましょう。ここで3本線のメニューからロックを選択します。はい。これでこのレイヤーがロックされました。そしてこのサンタのおじさんを大きくして、これをトレースしていきます。 鉛筆のツールを持ちます。そして、なるべく下になるところから書いていくのがうまくいく方法です。まず、顔の輪郭を書きます。はい、こんな感じですね。そして、口を書きます。こういうときは、一度、 矢印のツールに持ち替えてクリックするといいでしょう続けて書いていきます次はヒゲの部分ですはいその次は目の縁のこの部分です書き終わった時は必ず×を押して選択を解除しましょうはい 今度は鼻の部分を描きます。次は帽子の上の部分です。次は帽子の丸い房の部分を描いていきます。丸のツールに持ち替えます。そうしましてこのように描きます。 はい。次は目の部分です。目の部分はここに書きにくかったら、このように他のところで書いておくのもいいでしょう。声援を書きたいときは、この時に左側の手を置くと、綺麗な声援が書けます。はい。一個書きましたら、同じ大きさにできるように、これを 複製しておきましょう。はい、複製ができました。これで矢印のツールに持ち替えて、そしてこれを移動させます。このように目の上に置きます。最後に帽子の房の部分を描き上げます。鉛筆ツールに持ち替えます。そしてちょっと大きく被るぐらいに描きます。 はい。これでトレースの完成です。ここから微調整をしていくことになります。ノードツールでやっていきます。なるべく拡大をします。ノードツールは不必要な部分は点の数を減らしていきます。例えばこういうところは細かくいりませんので、ここで削除をしていきます。 こうやって切れてしまった場合は、このノードツールで動かせばいいです。この点につなぎます。はい。このようにしながら編集していきます。 次は帽子の部分です。この下の部分は隠れるのでどうでもいいです。 今度は顔の輪郭です。 次はヒゲの部分です。次は鼻の部分です。 次は口の部分です。次は目の縁の部分です。 はい。これでトレースの修正は完成しましたので、今度は色のチェックをしていきます。まず、目のこの部分を2つ一緒に選択します。はい。このように選択しましたら、黒くします。この白い部分を黒にしまして、そして赤の部分はなしにしましょう。はい。これでまず目が完成しました。 次ですけれども一番下の顔の部分をちょっと肌色にしましょう次はヒゲの部分ですヒゲの部分を白くします このようになりました。今度は鼻の部分は赤い縁のまま白く塗ります。少し肌色にしてもいいですね。顔と同じ肌色にまずします。そういう時はこのカラーピッカーでこのように選択しますと鼻が同じ色になりましたがちょっと赤みを足しておきましょう。次は 目の周りの部分を選択しまして、ここの部分は基本白にしますが、灰色のような白にしましょう。これでもう少し明るくしていきます。はい、縁はなくします。 今度は帽子の部分です。帽子の部分は赤くしましょう。はい。そして帽子のふさの部分はこのままでいいですね。ちょっとサイズを大きくしましょう。はい。この時もいびつにならないようにするのでしたら、指を一本足して、 固定します今度はフサの部分ですフサの部分はまた白くしましょう赤い縁は残しておきますがちょっと細めにしておきましょう もう少し口のところは修正しましょう。ノードツールに持ち替えまして、こういう時はすごく拡大してやるといいと思います。 はいどうでしょうか例えばこの白いヒゲの部分とかに少し縁を作ってもいいかもわかりませんねここで灰色をちょっと加えますそして細めにしておきますはい このようになりました。完成ですね。今日は簡単にトレースの勉強をしました。次はこれをもう少し味のあるようにするために色塗りをしていきたいと思いますので、アフィニティデザイナーのピクセルという機能を使って色塗りをしていきたいと思います。村長スタジオでした。ありがとうございました。